フォーマ D702i は三菱電機によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。D702i はフォーマ70シリーズ初のストレート型端末。フォーマ全体としても T2101V 以来4年ぶりである。1枚はモノリスをイメージしたシンプルなデザインでアンテナを内蔵し大きな突起もない扁平な外観に仕上がった。 カラーバリエーションはメタルブラックシャイニーホワイトスパークルブルーの3種類。この端末のボタンは青色に光る。メインディスプレイには2インチ TFT 液晶を採用。アウトカメラは131万画素 CMOS、インカメラは11万画素 CMOS。外部メモリーカードスロットはない。オペレーティングシステムはシンビアン OS で日本語入力システムとして ATOC 及びアポットを。 搭載している。ボタン部分が常時露出しているストレート型端末の多くは誤操作防止機構としてキーロック機能を有している。D702I はメニューボタンを長押しすることでロック状態となるほか、最後に操作してから一定時間経過したところで自動的にロック状態となるようタイマー設定も可能である。ありがとうございます。